はい、岡。はい、この文字はちょっと太めです。はい、そっと入って、はい、そしてちょっと下にね、ここから押さえて貼って、はい、そして次は鉛筆という感じですね。はい、中は筆順が違いますね。これを蹴って右上から入って、そしてここから、はい、左手、そしてこうです。ちょっと立てるようにして、そして縦書く、この時から一冊がちょっとね入ってるような感じでいきます。はい、そしてこの気脈を受けて R です。縦気味に入ります。で、ここはちょっと、ここは太めなんです。で、ここで細くなって、裏でいきます。で、押さえて、お先で、で、ここで、はい、筆圧が加わっていくような感じ で、ここで横、そしてという感じ。はい、泣くです。口辺は二筆です。で、払って穂先だけでいきます。止めて右上、リズムよく、そしてここで、はい、結びを作っていきます。はい、あるも泣くもですね、今の部分の洋室、ね、最終角に行くところのね、洋室は筆を回さないようにね、してみてくださいね。はい、そして琴です。はい、この気脈を受けて、立てて、ここで穂先で、そして止めて、次の角へと向かっていきます。で、ここはい、ここはリズムよく書いていきます。ちょっと私ゆっくりめで書いていますけども、リズムよくいきますね。はい、で、ここは太めで、そして払って、こうという動きとなります。はい、琴のね、オが2回続くところね、リズムよく、そして穂先に注意して書いてみてください。はい、このようにして書いていきます。